リオ島、フライル島を控えて、マニラ湾の入り口に難攻不落と伝えられた鉄の島コレヒドール。昭和17年5月7日、モロクモッチーユ。バターン半島攻略後、コレヒドール要塞に逃げ込んだ米比連合軍を悠々睨んでいた我が軍は、敵が頼む鉄壁の陣にまず正確無比な爆撃を加える。準備完了。時政に端午の節句5月5日、イサミニイサン強行上陸部隊はノース海峡を一斉に突破。火を吐く火炎放射器を抱えて敵の統治下目当てて肉薄する。決死報告の一年あるのみ。よもや上陸はできまいとひたすらに賢人を頼みにした米比連合軍は、猛烈果敢な上陸作戦の前にまず最大の要衝マリンタヒルを失い、投降者相次ぐ。たまりかねた米比軍司令官ウェン・ライトは5月6日夕刻、発起を掲げてバターン半島カブカベンに至り、最高指揮官本間将軍に会見を求む。痩せ細り、さすがに憔悴の色、大井型敵将は、しかもなおこの会見において全米東亜軍の降伏を免れんと図る。さればワーホー、猶予すべきにあらず、翌7日にかけて再度の猛攻を開始。